私はこの選挙で求められているのは政治家一人一人の信念と覚悟だと思っているんです。信念と覚悟のはずだったんですが、裏金事件でこんなことになってしまいました。玉木です。まあいろいろあるんじゃないでしょうか。連合の吉野義野です。私がその理想に思っているのは、問題が起きた時に地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。ありがとうございます。それで挽回狙いで琴の浜の優勝パレード出ました。どうやって1対1の構図に持ち込むか。バーベキューさんよ、相撲いいですね。今回の都知事選と都議の補選、小池百合場にまんまとやられてしまって。どうやって1対1の構図に持ち込むか。私がその理想に思っているのは、問題が起きた時に地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。今一番深刻な問題は東京24区の衆院選挙が危ないんです。